私ね、こういうの夢の中だけだと思ってた。ドラマや映画の中にしかないってずっと思ってた、こういうクリスマスって。二人っきりのクリスマスだね。今日はホワイトクリスマスになったね。来るときは雪なんか降ってなかったのに、通りで寒いはずだよ。送ってくれてありがとう。そんなこと、とっても楽しかったよ。こういうクリスマスするの、前から夢だったから。その、ほら、映画なんかでよくあるでしょ？恋人同士が一緒にね。なんでもない。それじゃあ、おやすみなさい。ニコモリ君、よかった、約束通りに会えて。あ、そろそろ電車が来るみたいよ。ええ。みたいね。ええ、ふん、こういう雰囲気なのね。あ、ごめんなさい、ちょっと噂には聞いていたから。同人誌即売会は人でいっぱいだって。そうね、この人混みを見ているとなんだか気が遠くなりそうだわ。広いから全部見て回るのは無理ね。ねえ、どこへ行きましょうか。ありがとう。実はちょっと行ってみたいなって思っていたの。ちょっと疲れちゃったみたい。ありがとう。じゃあ行きましょう。そうね、紅茶とアップルパイにするわ。わかったわ。私、こういうお店にはあまり来ないの。ちょっと近寄りがたくて。でも、あなたと一緒だと抵抗も感じないし、むしろ落ち着くの。どうしてかしらね。いいわよ。私には関係のない話だわ。
嬉しい。そういう話ができる人探してたの。もう少しお話ししていたいけど、そろそろ帰らなくちゃ。今日はどうもありがとう。ねえ、一緒に帰りましょう。発表の場があるのって素敵だなって思って。広い。ありがとう。お正月といえば、年賀状はちゃんと出した？嬉しい。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。ねえ、私はこの国の王女。いずれは然るべき家から夫を迎え、父の後を継がねばなりません。それは王家に生まれたからには当然のことと思っていました。でもいつからなのでしょう、こんなに心騒ぐのは。あなたのことを思うたびに私の心はかき乱されるばかり。お願い、何も言わないで。この絵隊長としてではなく、一人の男性としてあなたに聞いていてほしいのです。あなたは私に教えてくれました。富よりも地位よりも尊いただ一つのもの、それは人を愛する心だと。たとえこの身が滅びようとも、私の気持ちに変わりはありません。今の私はあなたを愛し、あなたと共に生きていきたいのです。おめでとうございます。
と3ヶ月で卒業だけど、今年もよろしくね。うん、どうかな、私の晴れ着姿。その願いは叶えて死んでよ。ねえねえ、何をお願いしたの？私はそのもうそんなの言えないよ。向こうにおみくじがあるね。一緒に引こうよ。どうだった？おみくじ。中吉。私はなんかいいことありそうな気がする。うん、なるべく近いところでおみくじ一緒に結びましょう。今日はどうもありがとう。お正月からいいことあったし、今年はいい年になりそうだね。わかったわ。楽しみにしてるわね。